本拠地開幕戦で痛恨黒星京セラ D の連勝球でストップ。阪神さん 5DNA 2日京セラドーム大阪、阪神が DNA に敗れた。22年8月25日の DNA 戦から続いていた京セラドームでの連勝は9でストップ。昨季は8戦8勝の得意舞台で満員の観客に勝利を届けられなかった。負けたで。はあ、負けてもうた。簡単には勝たせなかった試合か。今日は仕方ない。まあ初回4点取られたら負けるわな。はい、明日明日。はい、これで対ベース6連敗わらわらわら。負けたで。やっぱり5点は遠かった。前側使わないから負けたで。坂本、坂本、梅野、坂本、坂本負けばっか、わらわらわら。去年とまるっきり逆やないか。わら、3点は取ったからまあ悪くはないけど。負けたけどなかなか見せ場あった。明日頑張れ。初戦こんなもんか。エラーさえなけやな。初回が全てや。再開かよ。門別の無駄遣いになってもた。大山佐藤ひどい。結局追いつかない程度かよ。マー投手が失点しすぎよ。京セラ神話も崩壊したか。踏んだり蹴ったりやね。だいたいさ、いつもビジターからとか不公平。思ったより前線したな。初回の盗塁死でワンサイドゲームになると思ったわ。ジャクソンが良かったからしゃあないけど失点がクソすぎる。とりあえず明日からノイシーは守備固め、スタメンは前側で。4番と5番はいつまで寝てるんですかね。ノイジーファーストやれよ。大山より打つやろ。初回で勝負あったな。明日頑張ってくれ。明日は雨のでやり返しや。まあシンプルに先発が弱い。なんか4番5番より控え選手の方がボールに食らいついてる気がするわ。あの2人の打席内容が全く記憶にない。まあ3、4、5番が未だにヒット1本。これが敗因。いい加減にどうにかしろ。どんねん。大山とテル開幕から良いことなんもしてへんよな。関心で初球の変化球必ず見送るよな。まあ思ったよりマシな試合にはなったな。村上佐藤は反省してくれ。今日の収穫、門別と浮世のみ。前側ファースト練習しろ。原口じゃなく小畑の方が見たかったな。村上はエラーなかったら1失点だから全然ダメではない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。